ミッドナイトイーグルは、高島哲夫著の小説、またはこれを原作とした2007年11月23日に、日米同時公開された日本映画。高島哲夫著の小説をもとに2007年11月23日に、公開された山岳サスペンスアクション映画。山岳、テロ、国防と、硬派な要素に、モデル出身の俳優が多く出演するコーナー、取り混ぜた内容となっている。 第20回東京国際映画祭のオープニング作品である。防衛省が防衛庁から省に昇格後、初めて協力した映画作品。元戦場カメラマンの西崎裕二。数多くの戦争写真を撮り続けていた。彼は取材中に起きたある出来事によって、報道写真では何も変えることができないという、無力感にさいなまれ、一線を去ることになってしまう。 日本へ帰国後は妻子を顧り見ず、報道カメラマンとしての意欲をも失せてしまい、病魔に侵されて余命幾ばくかもない妻を看病することなく、一人山にこもって山岳写真や夜景写真を撮り過ごしていた。そんなある日の未明、光を放ちながら身だけさに墜落していく謎の飛行物体を目撃し、カメラに収める。その直前、航空自衛隊小松基地では、 国籍不明の飛行物体が北アルプス上空で南東を目指して高度をみるみる下げていく様子をレーダーで捉えたため F-15J 戦闘機による緊急発進がかけられた。飛行中のパイロットから不明機の墜落が報告されるや任務の終了と基地への帰還命令が下され半信半疑で了解で応じる。まさにその時2機の F-15 が撮影直後の 西崎の頭上上空を通過していき、芝叩く間に日本アルプス周辺は自衛隊によって、厳戒態勢が敷かれた。夜が明けて、雨の中で、首相、渡瀬がジョギングをしていたところ、コースの途中で遮るように現れた、内閣危機管理官の不行きのただならぬ様子を察知し、そのまま一緒に首相官邸へ引き返すと、内閣危機管理室では、危機管理担当閣僚を、 はじめ統合幕僚長いかりく空自覚、幕僚長までもが勢揃いして待ち構えていた。戦場をカメラマンとしての西崎を尊敬し、自身も写真雑誌、ワイズのジャーナリストとして活動している戦災の妹の有沢恵子は、今に続く西崎の有様に失望して、亡き姉静子と西崎との間に生まれた、和子、優を自分が引き取って育てると主張して西崎とは、 半ば絶縁状態であったが、最後のけじめとして、夕の冬着を受け取るために、西崎を呼び出した。彼が夕のためにと山で撮った夜空の写真も稽古は、冷ややかに受け取り、そのまま気境の都に着く列車を待つ駅から遠く離れて、見かけた自衛隊車両の物々しい車列に、バクとした言いようのない不安を感じ取っていた。東京へ戻った稽古は、温泉地の取材をキャンセルされて、 旧挙同僚の青木が追っていた、アメリカ国防総省東アジア特命担当高官、シュワルツコフの国秘緊急来日と、中日アメリカ大使の突然の召喚と、首相官邸での慌ただしい動きと、アメリカ空軍横田基地で起きたテロと新宿の町医者からの不審者の不詳治療についての垂れ込みの関連性の調査取材を編集長の宮田から言い渡された。 同じく戦場カメラマンとしての西崎を尊敬し、自身も全国紙の東洋新聞松本市局で市局員をしている高校生時代の山岳部の後輩、落合新一郎もいち早く登山者からの問い合わせに基づいて自衛隊に紹介していたが、練習機の墜落という回答に西崎がいぶかしげにほのめかした追加情報を合わせて、再度、今度は防衛省に紹介を入れた。 それがもとで、落合に用地をかけられた西崎は引っ張られるように、墜落現場の山に入ることになり、その途中で、西崎から受け取っていた、飛行物体の写真を本社ではなく、稽古宛に出版社へ送付した。墜落現場付近へ通ずる、登山道の入り口はことごとく自衛隊によって、封鎖されていたが、西崎と落合は、未封鎖の滝沢口登山道から、ようやく入山した。 墜落現場へ向かう途中で、当期明細山岳装備の自衛隊員らしい部隊に遭遇し、二人は接触を避けるように後戻りしたが、その後ビバーク中のテントに何者かから銃撃を受けた。会話が日本語ではなかったと理解していた西崎は、数々の戦果をくぐり抜けてきたゆえの直感から、本能的に身の危険を察知し、すぐにでも下山することを主張するが、落合は、 光明心から単独でも事件の取材を強行することを主張したために二人は別行動を取ることになった。一旦は西崎は下山を思い立ったが一人残してきた落合の身を案じ正体不明の武装工作員部隊の第二波の銃撃に襲われている彼が銃声による流れに巻き込まれそうになった時にはその場に舞い戻ってロープを投げて救出した。 西崎に下山するよう悟された落合は、松本支局に左遷された経緯を吐露すると、西崎も感じいるところがあったのか、再び墜落現場を目指すべく、とりあえず無線電波の飛ぶ岩切り根まで出たが外部との、行進中に武装工作員部隊に三度、銃撃されて、受信者に稽古への伝言を託して二人は過労じて逃げ延びた。謎の武装工作員部隊の容体を探っているさなか、 元根峠から入山して墜落現場に向かって接近してくる陸上自衛隊の鳴らしの空挺部隊と松本山学レンジャー部隊の混成部隊第2班と言い合わせた武装工作員部隊との間で遭遇戦が発生する。西崎は自分の危険も顧みず自衛隊部隊に警告を発した。両部隊の戦闘によって工作員部隊の制圧はできたが、 自衛隊部隊も全滅に近いほどの大きな損害を被ってしまう。そこで部隊で唯一生存した佐柄木三刀陸佐と接触する。自衛隊の1個正体が全滅するのを目の当たりにした西崎、落合は恐怖を覚え、佐柄は佐柄で民間人、とりわけジャーナリストの介入を嫌って西崎徹に下山を進めるが、 アルプスの達人を辞任する二人は重傷を負った、佐伯を一人にはできずに何とかして墜落現場に到着しようと登場を続ける。鹿の沢神社からの入山ルートで、いち早く墜落現場近くの下平に到着した、陸上自衛隊奈良市の空挺部隊、松本山岳レンジャー混成部隊がいい一般は、11時30分の内閣危機管理センターと更新中に、 工作員部隊に待ち伏せ攻撃を受けて全滅してしまう。そうとは知らぬ、佐伯、木、西崎、落合の三人はというと、佐伯木は日米間の国家機密保全のため、片や西崎らは真実を報道するカメラマンとジャーナリストのプライドと自分が青春時代を過ごした山で起こった事件を他人任せにできないという強い意志の前にして、冬山で着せずして、 手をいとなった佐伯は、西崎たちの同行を認めざるを得なかった。ありがとうございます。